皆さんこんにちは。このコーナーは広報うるまからうるま市のイベントや暮らしの情報などをお届けするラジオ広報うるま市役所だよりです。民生委員児童委員をご存知ですか？民生委員児童委員は誰もが安心して暮らせる地域づくりを行うため、地域に身近な相談役として日々様々な問題解決に向けて熱心に取り組んでおります。民生委員児童委員の支援の対象は乳幼児から高齢者まで、地域に住むすべての人です。地域住民の立場に立って皆さんが幸せに暮らせるようなお手伝いをします。本市には地域ごとに5つの民生委員児童委員協議会、略称民事協があり、2月1日現在定員176人に対し132人の委員がそれぞれの担当区域で活動しています。活動内容は見守る、一人暮らしや高齢者家庭で生活上の問題を抱えている人、子育てで困っている世帯など福祉の援助が必要な人を見守り支援します。支える、悩みや心配事を抱える人に寄り添い親身になって相談に乗ります。つなぐ、相談内容によって必要な支援が行われるよう行政や専門機関につなぐパイプ役となります。相談内容の秘密は守りますのでご安心ください。各地域の担当民生委員はうるま市ホームページをご覧いただくか、うるま市福祉総務課またはうるま市社会福祉協議会までお問い合わせください。市では民生委員児童委員を募集しています。ご関心のある方は福祉総務課までお問い合わせください。うるま市福祉総務課、電話989-0203、 989-0203 まで。詳しくは広報うるま2月号12ページをご覧ください。4月1日より粗大ごみの受付方法が変わります。粗大ごみの受付番号、受付時間が変わります。粗大ごみの受付は粗大ごみ受付専用ダイヤルまでご連絡ください。粗大ごみ受付専用ダイヤルは電話974-6164、 974-6164。 時間は正午から午後1時の時間帯を除く午前8時半から午後4時半。自己搬入の受付場所、受付場所が変わります。自己搬入の受付場所が変更になります。詳しくは環境課へご確認ください。受付時間は正午、午後1時の時間帯を除く午前8時半から午後4時。なお分別されていない場合は受付できませんので、自宅で分別を行ってからご来所ください。お問い合わせは環境課、電話973-5594、 973-5594まで。詳しくは広報うるま2月号18ページをご覧ください。うるま市会計年度任用職員、一般職・非常勤職員募集。令和2年度一般職・非常勤職員、うるま市会計年度任用職員の募集についてホームページに掲載しております。会計年度任用職員とは、年度内4月1日から翌年3月31日までに勤務する一般職の非常勤職員です。地方公務員法の改正により、
これまでの臨時職員、嘱託職員が令和2年4月以降は会計年度任用職員として任用されます。休暇や手当などの支給が拡充されるとともに、地方公務員法の職務に専念する義務などの服務規律、仕事をする上でのルールなどが適用されます。募集職種は一般事務職、保育士、幼稚園教諭、社会福祉士、看護師、その他多くの職種を募集いたします。募集職種については応募方法とともにホームページに掲載されておりますのでご確認ください。募集に関するお問い合わせはホームページで募集掲載のあった職種の担当課、もしくは職員課人事係へお問い合わせください。うるま市で働きたいと考えている意欲やる気のある方の応募をお待ちしております。詳しくは広報うるま2月号20ページをご覧ください。第28回2020沖縄マラソン、交通規制ご協力のお願い。レース中はドライバーや沿道の住民、輸送関係の皆様に大変ご迷惑をおかけします。警察官や大会役員の指示、案内標識などに従って交通規制へのご協力をお願いいたします。応援などでのコース路上の駐車は非常に危険ですのでご遠慮ください。開催日は2020年2月16日第3日曜日、雨天決行です。レース中は長時間にわたり交通規制が行われ、ドライバーの皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、1万人余りの参加者の安全のためご理解ご協力をよろしくお願いいたします。お問い合わせは沖縄マラソン実行委員会事務局、電話 938-0088 938-0088 まで。詳しくは広報うるま2月号20ページをご覧ください。以上、ラジオ広報うるま市役所だよりをお届けしました。この後も引き続きゆいまーるラジオ FM うるまの放送をお楽しみください。